プレゼントをさせていただきましたフラフィアスライドを履いていただいて再度登場いただければと思います。可愛らしいお似合いです。可愛い。本日ありがとうございました。あ、終わりですありがとうございました。ありがとうございました。平さん、本日はよろしくお願いいたします。今回インスタグラムでもお子様の可愛らしいお写真や家族の素敵なお写真を投稿され、女優タレントとしても母としても絶大な人気を誇る平愛梨さんに、アグよりフラフィアスライドの特製ギフトボックスをプレゼントさせていただきます。どうぞお受け取りください。一足だと思ってたんでまさか子供たちにまであるなんてもうびっくりで、なんかとっても似合いそうな、はい、もう可愛すぎて嬉しいのと色合いも似てるからすごい一緒に履けるのがすごく楽しみです。親子コーデとても素敵そうですよね、はい、ありがとうございます。まだ3番目の子がちょっと前に歩き出して、うん、まだ靴を一足も持ってないんですね。じゃあファーストシューズになったんですね。すごく嬉しいです。あら、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。なんかどれも可愛いですよね。可愛いですよね。春らしい感じで、こちらクロップドの T シャツになってちょっと丈短めだったり、ね、フードとかもやっぱり、そうお似合いになりそうですね。とても可愛いですね。可愛らしい。これだとあの下どういったものを合わせたいなとかありますか？これね、なんか長めなんですけど、あえてあのチュチュのスカートー、かわいい、ちょっとフリフリなで、ちょっと回った時にもこうなんかひらっとなるようなのと合わせたいですね。なんかあのカジュアルめにもできそうですし、はい、フェミニンにも使えそうな感じのパーカーになってますよね、はい、またモコモコのところが本当に可愛い、ね、可愛いですね。あ、触り心地もいいですねアグならではのふわふわですね、はい、ありがとうございます。とてもお似合いになってらっしゃいます、はい、すごく偶然なんですけど、はい、私が5年前に結婚した時にあの結婚祝いでそのキャインの天野さんが、はい、アグのスリッパを夫婦でペアでいただいたんですよ、はい、でそれをあのイタリアに持ってって、うん、一緒に履いてて新婚当初は、でその後トルコに行って、うん、でトルコでは日本に一旦帰ってきた時にちょうどこれのピンクがあって、はい、そのピンクを買って帰ってトルコでも履いててでその後フランスに移動して、はい、ずっとその、 あの何交互に履いてたんで、はい、私すごいずっと3カ国で履いてきたんですよだから今日本当嬉しくって、そう、はい、すごいご縁ですね。そうなんですよ。でも本当海外遠征行く先々で共に、はい、そうですね、過ごしていた。今まだそのフランスからの荷物が届いてなくて、あ、まだまだ引っ越せてないので、はいはい、お家が決まったらまた荷物が届くんで、はい、じゃあ今度はこれと交互にまた、そうですね、やらせていただきます。持ちが結構いいんですね。いや、いいですねでモコモコなんで、あのお風呂上がりとか、うん、もうすごく最高に、はい、そっか、向こうは室内も靴を履くような感じだったからってことですね、はい、なるほど。だから室内用とこっちは外とか、なんかすごい、はい、愛用できます。かなり長期間にわたって履いていただいたんですね、はい、ありがとうございます、はい